どうも、桜井徹です。リンボ、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、すごく水に追いやられて、上へ上へと来ました。バルーンとかをね、木箱のところに乗せ、下に潜らせたりして。で、続きです。進んでいこう。妹はどこだ？ほっ。ふんふん。ふんふん。おお。とりあえずなんか今閉めたけどいいのかな。ほんほんほん。まあとりあえずこれでいいんじゃないの。ね。これ届かないんじゃない。届くかな。ほお。ああ届いた。なんとかなるもんだな。ほんほん、水かさが増す。で、あれは届かないよね。お、あーけどこれに乗ったところでって感じか。一旦戻ってみようか。お、うん、これやったらどうなるんだろう。うん、さらに上がるよね。そらそうだ。ほっ、あ、よいしょ。で、うん、俺は何がしたいんや。自分が何がしたいのか分かってないな。あっちへ行きたいんだ僕は。でだ、でだ、うん、おや、いかん、全然わからないぞ。今だとね、重しが乗ってる分均等だってことでしょ。で、あげる。まあ、ここで下に行ったら坊ちゃんですよね。うん、なんだか難しいわね。これ上げたままだったらどうなの。ほっ、あらよっ、なんとかなる。はい、はい。はいっつっちゃった。やっぱりあれをね、まあ右へ行きたいんだから、右側に水が多くないと登れない。一番初めのあの状態で良かったってことかな。ちょっとやってみよう。あ、なんだそら。あー、深く考えすぎた。時間がかかってしまった。はい、進みます。ロスをね、取り返さないとって嫌なのがいるな。どうする？どうする？どうするか。
ああ、洗脳された。うそっちはダメ、そっちはダメじゃないのかな。いけんの、いけんの、いけない。まあそうですよね。はい、そんな感じしました。どうしよう。はっ、あ、いけるんだね。よかったよかった。ギリギリまでやっといて、脳が、脳みそが、よいしょー。で、光で方向が変わるのかな。オッケー。もうどういう仕組みなのか全然わかんないけど、まあなんとなく。ほっ。ほいしょー。あ、上下は自由に選択できるんだ。なるほど。うん、下だね、じゃあ。なんだか廃棄物かなんか知らないけどポンポコ落ちてるね。ほっ。おおお、あ、これ急がなあかんやつちゃうの。ほっ。あーらよっ、もういっちょっ。ない。で、はっ、ずっと急がなあかんやつ。急げ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 。ここで、ぴょーっとなって、急いで急いで、少年急げ。洗脳されてようが、急ぐことできるだろう。タイミングを見計らって、ほっ！で？で？で？どうすればいいのかな？なんか来るんじゃない？あー来たねー。下に土台がある。オッケーオッケー。焦るな焦るな。あそこになんかなんかね、釘みたいなのが出てるから、すんごい太いからね、気をつけよう。早とちりした。あー、いけた。はー、食べてください。お願いします。あーん、ありがとう。いやー、なんとかなったなって。うん、すんごい迫ってる。急ごう。これはあれだね、インサイドにはない焦らされっぷりがあるね。ん？何もないか。すごいよね。もうこれ終始モノクロで進んでるっていうのがすごいわ。え、これいける？いけたー。雨に打たれてね、風邪ひいちゃうわ。よいしょ。ほっ。危ない。ほっ。あ、いけた。やったぜ。ちょっと待って。ちょっと待って。よかった。おお。もちろん、あの、光ってる時にあそこ行ったらダメなやつだよね。感電してしまった。よし、消えるときはバリってなる。あれ？今！足りない！あれ？なるほどね。落ちても途中まではいいんだ。一瞬、あ、死んじゃったって思っちゃった。よし、ほっ、危ない。あの T はもうつかないの？オッケー。あ、わかった。ここはこうだ。ほっ、よいしょ。オッケー、電気オフ。はあ、参ったね。よいしょ、登ります、登りますよ。スッと、ほっ、
あ、電気がついてないともちょろいね。はははは。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。ちょっと。ふぅ。ジャンプしてると喜んでるような感じすんな。よいしょ。あ、ちょ、待って、待って。あ、ここガラスなんだ。はっ。危なかった。お、なんだこれ。上に何かがあるってわけではないよな。ほっ。お、ほう、は、ほう、は、ほう。よいしょ。下へ参ります。下です。下へ参ります。あっ！うー、よかった。あ、これ、消防のホースか。なるほどね。なんだか。あっ、あっ。はい、完全にね、うん、油断したね。うん、すまない。右なんかあんのかな？右み、あー、はい。じゃあ、ひとまず左のあれは崩しておかないと危ないよね。だって、あれに、ひっついちゃったらね、ずっとそっちしか行けないし。さあ、私を洗脳するがいい。ぴょこ！あがが、あが。左へ歩きまーす。これジャンプした方が早く進めたりすんのかな？あ、あそこ、太陽の光があるから、あー！あ、もしかして、あの白いのは太陽の光に触れたら身が焼かれるとかそういうことなのかな？なんか嫌がってるように見えるよね。なんだかな、気持ち悪いんだか可愛いんだか、ジャンプしたらすんごいプルンプルンしてるんだよな。弾力やよし。さあ、何があるかな。これ、こんま進んでって大丈夫。まあ、行くしかないか。ほっ。なんだかイボイボしてるけど大丈夫？大丈夫か。はいはい。そのまま進む。大、あ、ここはジャンプだな。ほっ！オッケー。ここもでしょ？ほい！よいしょ！うん、いい感じ、いい感じ。これは踏んでいいの？踏んじゃいけなさそう。勝手なイメージね。はっ、あ、あ、嘘でした！ごめんなさい！うわ、左に戻りたーい！左へ戻りたい！うぅぅ。はーい。すいません。用心しすぎました。これは踏むんだ。踏んだら、確か、多分、あれが落ちるんでしょ？これは、ど、これは、おい！ほっ！あっぶねー。はい、食べてください。お願いします。え？あ、よかった。じゃあ、これは、あれだよね。あの、糸の子、糸の子じゃないな、電動の子が、一番こっちへ近づいた時にジャンプしないとだよね。ほっ！あん！もう、絶対今のケツが増えたわ。もう、もう割れてるっちゅうね。ここ！よいしょ！うう、ギリギリ。逃げよう逃げよう。あんなのと関わってらんないや。よいしょ。よし、いいですよ。あ、これってもしかして、あ、重さとか何の関係もないのね。え、けど、え、そしたらいける？あ、なるほど。ちょっと
反動がつくんだね。オッケー。んー、よいしょ。当たりない。奈落の底へ。まだもう少しか。結構大変だな。結構やりすぎってぐらいがちょうどいいのかな。まだでしょ。まだだよね。まだだよね。これだ。ここだな。ここだ。頂点。オッケー。いやー、焦った。これは引っ張るんですね。ほっほっ。オッケー。はあ、でえらく大変だね。オッケー。よいしょ。ふぅ、少年めげずに頑張ろうな。ここがなんか開きそうだね。下に取っ手ついてるしな。はいはい。で、え、どういうこと。ほう、引っ張るんでしょ。あれ、引っ張るわけじゃないの。お？ん？ちょっとわからないな。ということは、これはもうこっちへ持ってきてた方がいいっちゅうことやな。うん、うんうんうん、はいはい、そこまでは分かったよ。ほう、はいはい。で、押してからこうだ。まあ、ちなみにこれをなんでこうすんのかさっぱり分かってない。あ、持っていくためにこれを重しにするってことかな。 OK、 なるほどなるほどなるほど。ふん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 、今はまだ合っているようだ。何？おお、おおほほ、登れました。うーん、つまりだ、だからこうやってこう、オッケー。でブーラブーラしとけと。よいしょ。うい。ここ。よし！いけましたぜ。はぁ、あ。じゃあ時間もちょうどいいので、今日はこのあたりで一旦区切りたいと思います。なかなか、なかなか、謎解きが難しくなってきたな。うん。うん。頭がショートしそうです。ははは。まあ。少年と共にめげずにやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てくださいね。ではでは。